法安氏寺は、静岡県静岡市葵区天馬町十二の二にある、臨在宗明神寺派の禅寺。三号は、金剛山。本尊は、釈迦如来。三門1381年に改装され、金剛山と合して、臨在宗の寺院となった。海んは、五代醐天皇の御子である、無門元仙禅寺。中高は、説法禅寺であり、この時に、 臨在宗明神寺派の寺院となった。江戸時代には、朝鮮通信使の聖師、福祉、十字上官などの休憩所となった。駿府の臨在寺、お吉の清美寺と共に、駿河三節と称えられ、またその境内の美しさが、東海一と称えられた。今川家などに仕えた武将の岡部正綱、漢学者の山梨稲川、医師の戸塚津モルサイや戸塚流隆祭。 寸府の財番党を務めた石川荘元、三河丸の陸民院12人の墓などがある。かつては28もの松字を有していた。かつて境内は1万平方メートルもあり、七道河岸を有する大事だった。現在の JR 静岡駅の部分も境内に含まれていた。1976年頃に旬が撒かれたジャカランダの花は、梅雨入り頃に咲いて名物とされる。 1994年からの住職は藤原康二。2007年には通信誌平和上野党が建立された。京都、大原の三千院などにも作品が置かれる彫刻家の杉村隆の作品が多数ある。境内から道路を挟んで南側に多目的ホールのサールナートホールがあり、サールナートホールは法安史寺の男神都会館としての性格を持つ。 サールナートホールの館長は、法安市寺住職の藤原康次。インドにあるサールナートは、釈迦の発展法輪の地とされる場所である。1階のメインホールに加えて、3階には、映画館の静岡シネギャラリーがある。ありがとうございます。